じゃあ参りましょう。最初のカーマニアの方、こちらの方です。よろしくお願いします。お名前を、けいこと申します。けいこさん、よろしくお願いいたします。けいちと申します。わあ、そうか、いいね。同じけいですよ。ね、はい、そうなんです。気が合うね。よろしくお願いします。はい、どうも。こちらの車ですか？こちらです。86です。はい、これはどう、あれですか？これは見えるところはあまり変わってなくて、はい、さっきとメインに走ってるので、うん、見えないところが。あ、走ってんですか、サクト？走ってます。どこ走ってんの？つくばをメインに走ってんだ、はい。大したもんだ。いいね。もう外観は全然、いや特に変わらない。これはね、あれですね、カーボンでしょ。 あ、 そうですね、はい、あとはダイヤホイール違うでしょ、はい、ブレーキパッド変えてるでしょ、うん、サイドステップがトムスでしょ、うん、あ、これね、そう、はい、で、リアスポイラーついてるでしょ。マフラーもそうですね。マフラーは、はい、これ元々は日本ですよね。元々は日本ね。これいろんな峠がありますけど、はい、ここみんな行ったの？あ、行ったんです。はい、まだいっぱいあるんですけど張り切らないんですよね。イニシャル D 見すぎだよ大好きです。これみんなイニシャル D ですよ、これ。そうか、はい、イニシャル D のところ先生なんだ。それをやってるんだ。そうですね、はい。このステッカー、私の名前の、うん、あのお花なんです。え、なんで桜井っていうので、うん、桜のステッカー探してて、これハイエースのメーカーさん の、うん、あの大阪のブアンさんってメーカーさんのステッカーなんですけど、うん、ちょうど大きさが大きいのが欲しかったので、うん、ちょうどいいのでこれ貼って、かわいい、うん、かわいい感じの内装になってますよ、うん、これはかっこかわいい感じ。あー、シートも変わってるし、ステアリングも変わってる、はい、ね、シートなんかもう全然いいよ。でまたこれでシートベルトがすごいですね。ピンクで、ピンク。ピンクにしてね。ピンクです。これ4点、はい、?4 点。4点ってなかなかね。走り屋だもん。走り屋ですね。絶対これ、法定速度守ってないと思うよ。それ、ここで、そうですとは言わない。そう、困りますね。結構、いろいろ変えてるよ、これ。あ、例えばどこですか？ステアリングも、はい、あとこういうところも、うん、エアコンの吹き出し口、あとこれも、もう全然こうオリジナルじゃないもん。みんなつけてるから。サイドブレーキ。おーおーね、はい。で、シフトノブ。あと、このエアコンの操作。でもね、この紫というか、ピンクにして。はい、えらいね、デブ君さん。本当は紫にしたかったんですけど、うんうんうん、なんかドリフトする車みたいになっちゃうので、うん、外は赤で、あー、なるほど。ここは紫にしたかったんだ、はい、本当は紫にしたいんですけど。これちなみにいくらで購入したんですか？これは200万しないで購入したんですけど、うんうん、何年落ちで？あ、これはもう2012年の初期の A 型なので、うんうん、もう10年経ってるんですけど、うんうん、それを200万弱で買って、でそれと同じぐらい改造しちゃってるっていう。多分もうちょっとかかってるかもしれない。ってことは本当だったら新型の86を買える、うん、400万ぐらい使えるのに、はい、200万円で、まあね、車両本体買って、はい、あとプラス200万以上、はい、ということはもう450万ぐらい結構いっちゃってると思います、だから車好きでもさ、うん、2つに分かれるよね。その最初からもう新型を買う、400万で買うっていう人と、うんうん、まあ、そのまま乗るってね。そう、だから恵子ちゃんの場合は俺と一緒で200万で買って200万かけるっていう、そこが楽しいの。200万で何かけてんの？あと今さっきね、外観じゃなくて、今あの足回りがサーキット走るためにフルオーダーのスピリットのダンパーが入ってます、うんうん、あ、そう、はい、いくらすんのそれ？結構します。あ、そう、はい、ちょっと お仕事は何なさってるんですか？あ、お仕事普通の会社員です、はあ、もう全部ついこんでる。だから走り屋でタイヤがアドバンの052だもん、うん、これはサーキット用の今日のために履いてきました。普通女の子は052なんて履かないあの格好だけの人は割とね、アジアンタイヤ履くの。中国とか韓国の安いタイヤ、1本1万円ぐらいの。だけど走り重視してる人ってこういうタイヤ履く。これいくらぐらいですか？1本4万5千ぐらい。サイズが純正サイズに近いので2万5千円ぐらいですかね。あ、265だとやっぱ高い。はい、全然違います。こんなハイグリップタイヤを履く女はなかなかいない。いない。走り屋しかこういうタイヤはチョイス。偉いね。偉い。結局はもう何回免許証停止、免許停止になってるんですか？ちょっと数えていいですか？バリバリ。いや、そういうことはね、あんまないんですよ。ないんですか？はい。でも偉いね。
これエンジンは全然いじってないんですか？全然いじってないです、うん、そういうもんなんですか？それなんだ、エンジンはいじんないで、そのなんだから足回りをいじるっていう、うん、走りを楽しむってベースはそこだもんね。エンジンいじると壊れちゃう。あ、まあお金かかるしね。エンジンのパワーを上げると、そのパワーを上げただけ油圧だとか電圧だとかも変えていかなきゃいけない、うん、でやっぱりこう油温も上がるし水温も上がるし、エンジンのパワーが上がると、そうするとそういう負荷物が金かかる。なるほど。そうすると俺みたいになる。ああ、まあそうだね。もうローン地獄になる。そうだね。そう、まあ、ここで止めといた方がいいってことですね。エンジン維持内でやっぱこう外観で、でベースのエンジンのパワーで走りだけを極めるっていう仕様。なるほど。足回り変えてタイヤ良くして、だから本当の走りや。僕ね、もう一つ聞きたいんですけども。新型の方が当然ね、いつも土屋さんが言ってるように、うん、いい性能もいいですよね。いいで、まあ、いい、全ての面でいいじゃないですか。すると実際それで今度恵子さんが乗った時に、あれ私のよりもこっちの方がいいじゃないかっていうようなことってないんですか？うんうんうん、ありました。ありましたか？乗り換えも考えたんですけど、うん、なんで買えなかった かっていうと、うん、なんかもうこれがなんかバランスよく自分の乗りやすい仕様に出来上がってしまったので、ここで乗り換えるとまた作らなきゃいけないじゃないですか。そうなんだよ。400万で GR 買ってまたここにするのに200万ぐらいかかるから、だったらこっちの方がいいや。そう、これを大事に乗りたいな。確かにこれを乗ってる方がこれから5年10年した時かっこよくなるって価値観があるよね。あ、そうですね、はい、それは分かるな。恵子さんは下向きですよね、うん、車に対してね。確かに。この86ぐらいに対してね。そうそうそう、ありがとうございました。ありがとうございました。車の話、番組 YouTube では今回